で、その長崎の後に8月にですね、16日、はい、8月16日、武道館で日本を救え94、はい、奥尻島、島原深江地区救済コンサート、うん、発起人は泉谷さんでございましたね。で、構成小田さんで、バンドマスター、バンマスが拓郎さんでございました。うん、で、まあ、さっきの長崎のメンバーが、まあ、やっぱ一つの中心になったんですよね。はい、で、ドラムは大友康平、そして稲垣潤一。稲垣が入った。はい。これが、まあ、素晴らしかった。そうです。思い出の稲垣潤一。思い出の稲垣潤一。キーボードは小田さんと白井孝子。白井孝子。ベースが拓郎さん。僕が数曲やりましたですね。うん、ギターは翔やんと僕と泉谷さんで、パーカッション、コーラス、山本純子さん。うん、ゲストが財津和夫さんと渡辺美里さん。あ、そうだったね。はい、うん。いうことでございます。これもう大変でしたね、こっちの方が。うん。はい。なんか、僕行った時みんな、なんか結構、坂崎途中からそうなんですよ。なんかツアーだかなんかで、うん、僕リハーサル行った時に、うん、結構なんかすさんでましたよ。そうだったの。雰囲気が。あ、練習風景。なんかみんなどうしちゃったかなみたいな。煮詰まってましたね。まあ単純に言うと、ね、みんなが泉谷に疲れてたね。そう。泉谷さんに疲れてた、ね。泉谷すごいんだってことが、ね、まあなんか初めて、ね、やっぱ泉谷とさ、ね、一緒のこの練習とかさ、やったことないじゃん。はいはい。だどんな風にやってるのか知らないじゃん。はい。泉谷茂のその、なんつうんだろうな、パワーっていうか、はい、その勢いね、ちょっと疲れたな。疲れちゃう。俺は正直言って、もう泉谷疲れだったはいはい、うん。小田さんもちょっと疲れてたし。時々泉谷がその、なんつうんだ、劇を飛ばすすぎてさ、ちょっと怒ったりするわけだよ。はいはい、スタッフとか若い奴らとかと。だから小田がさ、もう泉谷もやめろとか言ったりとか、いろいろあったよ。そうそう。それでこの曲できないよとかってことも言ってたし。よくあるね。これは無理だなぁなんて感じだったんですけども。うん、まあ、よかったです。僕行って。で、拓郎さんこれベース嫌だって俺が言いたいとか。いや、まあそれでベース弾きながら歌えない曲もあるからさ。そうですよね。それで落葉とかそうでしたね。落葉とか弾けないからちょっと坂崎弾いてよっていう。はい。あと財津さんのサボテンの花とか。サボテンの花。どうしようかなんて。うん、ね。リハーサルの時の拓郎さんと僕のやりとりも記録に残ってるみたいですね。僕が、これで日本救えんですかねと呟いたところ、拓郎さんが、ダメだよ。でも少なくとも泉谷は救えたと思うよ、と答えたそうです。あ、そうですかね。これなんか YouTube とかにもうアップされてるんですか、あ、そうですか。これはテレビで放映されたからね。うん、そうですね。メイキングみたいなやつですね。あ、そうそう。小田が編集して。そうですよね。うん、なかなかでも印象的だったな、これは。これ楽しかったね、結果的にはね、いろいろ。で、武道館、後ろまで入っお客さん入れて。やったね。はい、すごい楽しかったですね。うん、楽しかったな。はい。で、打ち上げが、メインが稲垣潤一さん。打ち上げのメイン。打ち上げのメイン。誰も稲垣がメインになるとは思ってないよね。誰も、ね。予想外のあれだったよね。ないですよ。それまでなんか。こんなおとなしくてさ。そうですよ。あの声で歌ってるから、ね、静かなおとなしい、まあ、寡黙なね、そうやつなんだろうってのは大酒飲みだった。海沿いのカーブをとか歌って、おお、すげえ、うん、いいな。あ、いいな、お稲垣のボーカルとかね、うん。やっぱみんなファンだったからね、稲垣は。みんなファンだったって過去形になっちゃったけどさ。だったいやー、びっくりでしたね。すんごい。桜井と合わせたら絶対ダメだって話になった、うん。桜井と稲垣二人にしたらダメだ。絶対ダメ。しかも先に帰っちゃダメだっつって、関所って言われてました。関所。稲垣に見つからないように帰れって。みんな言ってましたからね。関所。